放線菌は一般にグラム陽性の細菌のうち細胞が菌糸を形成して細長く増殖する形態的特徴を示すものを指す肝陽名である。元来、菌糸が放射状に伸びるためこの名があるが、現在の放線菌の分類は 16A 室内電子の塩基配列による分子系統学に基づいているため、系統的に類縁な肝菌や球菌の菌群も 放線菌に含められることがある。このため、もはやこの菌群を禁止形成という形態で特徴づけることは困難である。放線菌は工事分類群としてアクチノバクテリア門に属する。分類学的には下記に示す多くの属がアクチノバクテリアズナに分類されるが、マイクロコッカス目の各属のように禁止形態を示さないものは便宜的に放線菌として扱われないこともある。 ストレプトマイセス属ストレプトマイセスなど典型的な放線菌では空気中に菌菌肢を伸ばし胞子を形成するので肉眼的には四条菌のように見える多くは絶対好期性で土壌中に生息するが土壌以外にも様々な自然環境や動植物の病原菌としても生息しているまた病原放線菌として知られるアクチノマイセス属アクトノミシスと その関連金群などのように嫌気性を示す、放射線菌も一部存在する。放射線菌の DNA はその GC 含量が高く、それがこの金群の大きな特徴である。1875年、フェルディナンド・コーンによって人涙感の血石から、病原微生物として見つけられたのが最初とされている。学名のアクティノバクティリアは、ギリシア語で、光線、放射を意味する。 アルファーカッパタウとバクテリアを合成したもの。また、放線菌類を意味する一般名詞アクティナマイジーとは、アルファーカッパタウに菌類を意味する設備シッ質を合わせたものである。特に、冬など寒い季節や、落葉の元の寒い場所を好む。竹林など多くの場所に生息している。大肥発酵に関与する。 放射菌は多様な基ン質を利用するために最も適用したゲノムを持っている。土壌にキチンを増やすと放射菌とまたグラム陰性菌が増加する。キチンはカビや昆虫や甲殻類の外骨格に含まれ土壌改良剤に使われている。土壌にキチンを加えることでキチンは放射菌による基地のアーゼという酵素によって分解され、 死状菌等の病原菌の活性を抑制する効果があるとされる。以下に、放腺菌の主な属を示す。口腔陰頭腸管の常在菌であることから、放腺菌症と呼ばれる慢性の可能性、肉芽疾患を発症することがある。人での後発部位は、頸部、顔面、副鼻腔で全体の半数を占めるとされるが、下肺、腹部では、急性虫水炎。 消化性海洋、腸形質先行に併発することもある。しかし、抗生物質の乱用から発症頻度は減少し、典型的な臨床症状を低さない症例が増加していると指摘されている。人に対し、病原性を及ぼす嫌気性放線菌は少なくとも、アクティミセスイスラリー、A. ネスランディ、A. ビスコスス、A. オドンテリッティカス、ラクニアプロピーニカ、 スドプローピーニバクティリアムプロピアニコムに細分類されているの5種類とされる。特に病原菌として問題となるのものはアクチノマイセス属の A イスラリである。A イスラリは自然界からは分離されず、健康人の高校、移職を生じている派、思考、変動化等に常在細菌層として生息している。放線菌活性化の要因として免疫力低下、 他の菌による感染症、抜歯、肋骨骨折、外傷などが挙げられる誤嚥された魚骨片が原因となることもある。確定診断は培養により細菌学的な証明によって行われるが、嫌気性であるため検出が難しく、かつすでに別の疾患や外科手術で抗生物質を使用している場合は検出が困難な場合があるが、 病理組織学的検査により確定が可能である。治療は、ペニシリン系抗生物質が多く使用されるが、セファロスポリンなどのセフェム系抗生物質、マクロライド系抗生物質、カルバペンレム系抗生物質、ニューキノロン系抗生物質も使用される。以前は、アクチノバクテリアズナの下にもアコウが置かれていたが、2012年発行のバージー、 エスマニュアルオブシステマティックバクテリアラジー第2版ボリューム5において6項に再分類され、さらに放線金目が分割されるなどの大幅な変更が行われた。2018年10月現在アシリマイクロビア項、クーリオバクティアリーア項ナイトライリラプトリア項、ルブロバクティリア項サーモリアフィリア項アクティノバクティリア、項下記にアクチノバクテリアモンの系統発生図を示す。この図は、 ザオール、スピーシーズリビングツリープロジェクトが発行する、ザファイロジェニーイズベースドン16エーススナベースド、LTP リリース123に基づく。ありがとうございます。